大川線は、かつて、福岡県水間郡筑豊町の大善寺駅から、福岡県大川市の西鉄大川駅までの間を、結んでいた、西日本鉄道の鉄道路線である。大川線のほか、もともと大川線と同一路線であったのが分断された、ことにより派生した上久留米線についても、本記事で扱う。大川鉄道の手により、久留米市と城島町、 大川市を結ぶ軽弁鉄道として建設された。旅客のほか、城島町で生産される酒や大川市で生産される家具、畳表などの貨物輸送が目的であった。久留米市内の起点は国鉄久留米駅に近い場所にある上、久留米駅であった。久留米まで開通していた九州鉄道ではさらに、大牟田、熊本への延伸を計画していたが、出願は、 却下されてしまった。そこで、大川大無田間の免許を取得していた、大川鉄道を支配下に収める方針に決定し、1927年には、必要な株式を取得し、大川鉄道は、九州鉄道の参加となった。しかし、九州鉄道は1932年12月28日、久留米津福間を開通させたものの経営不振に、 加えて1933年に役員が、商法違反と背任の疑いで、逮捕されるという、旧鉄事件の影響で、大無田延伸はしばらく凍結されてしまう。ようやく1936年3月の株主総会において、経営立て直しのためには、大無田延伸が不可欠という意見により、大無田延伸と大川鉄道買収が決議され、1937年6月に、 大川鉄道は買収された。なお、大川鉄道は1925年より、乗り合い自動車業を始めており、合併時点で4 3 8トルの路線を運行しておりこれらも九州鉄道に移管された。そして1937年10月1日大前寺、柳川間が開通し合わせて、旧大川鉄道の津福、大前寺間も1 4 3 5ト、mm、ルへ、 改めきされ電車が走るようになり福岡、柳川間が直通するようになった。これに合わせ、九州鉄道20系電車が投入された。残された上久留米津福間と大前寺江の木津間は、前車が上久留米線、後車が江の木津線となった。西日本鉄道の路線となった後、上久留米線は沿線に、日課ゴムや、 日本ゴムなどの軍事工場があり、工員輸送の必要があったが、それもなくなり1948年に休止された。大川線は、戦時中からバス転換を検討していたほどの輸送量であり、1950年には年間2000万円の赤字を出していた。建設省が進めていた筑後川の河川、改修工事において、障害になるため1951年に撤去される。 ことになったが、地元の猛反対にあい、廃止ではなく、将来の復活を前提とした休止扱いとした。しかし実際には復活することなく1966年に、正式に廃止された。大川軌道、大川軽弁鉄道、大川鉄道、九州鉄道、西日本鉄道営業開始当初から、蒸気機関車、客車、貨車を保有したほか、昭和初期には、 機動車も保有していた。しかし機動車は燃料統制の影響により廃車または転出し休止の時点では蒸気機関車が木造二軸客車を牽引にする運行形態に戻っていた。エアブレーキはなく手動ブレーキのみであった。久留米市内の水間小学校前にある大川線敗線跡を利用した遊歩道上に四号蒸気機関車が保存されている。番号は 5になっている。城島地区の遊歩道。ポッポ汽車のプロムナードという愛称が付けられている、新橋付近に残る、橋脚旧水間町内の早や、津崎駅跡付近にある総津崎交差点から旧、城島町中心部の城島新町駅跡付近までの間の区間は遊歩道として整備されており、敷石が線路のような模様に敷かれている。 その先はほとんど道路の一部となっているが、福岡県道47号久留米城島大川線の新橋水門付近に当時の橋脚が4本残っている。ありがとうございます。